皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、またジャンクの購入品紹介なんですが、こちらです。はい。55コニちゃん遊ぼうマウスという、いわゆるキッズコンピューターのために入るものですね。発売が1997年という、ちょっと20年以上前のものになるんですけれども、こちらはですね、初めてパソコンに触るというような未就学児向けのキッズコンピューターなんですけれども、90年代に出たキッズコンピューターでいうとセガのピコっていうのがあったんですけれども、そちらの方が結構有名なんですけど、今回購入したこの、コニちゃんのキッズコンピューターは、モチーフとなっているのは当時放送されていた「ひらけポンキッキ」の後番組として放送されていた「ポンキッキーズ」に出てくるコニちゃんという CG キャラクターですね。番組のシリーズとしては2018年の3月末くらいまで、チャンネルは、フジテレビの地上波から、BS の方に移ったりしてますけど、それまで放送はされてたんで、このコニーちゃんというキャラクターは、割と若い世代の方も知ってるかなとは思いますけど、ポンキッキーズにはですね、初期の頃ですけど、最近ちょっと世間をざわつかせたあの方も出演はされてましたね。余談ですが。はい。で、実際の本体なんですけど、こういった形、ちょっとこう豆の形のような、ものなんですけれども、本体はこんな感じで、それでこの遊ぼうマウスということで、当然入力装置はマウスになります。それの接続端子がここなんですけど、端子を見る限りこれはですね PS2 規格のマウスの端子なんですよね。それで肝心のマウス、こちらになるんですけれども、どっからどう見てもパソコンの2ボタンのマウスに、コニちゃんのこのイラストが入ってますけど、最近は無線のマウスが、常識かなと思うんですけど、こちら有線のマウスで、なおかつ、ボールのマウスです。もう最近ボールのマウスなんて見かけないと思いますけれども、マウスがこうボールで動くこういうもんであったっていうことを知らない方も中にはいるかもしれないですよね。で、このマウスのモデル名をちょいと検索すると、この MUS3P っていう型番なんですけど、コンパック、現ヒューレット・パッカードですけれども、そこのマウスであるような検査結果が出ました。で、付属品としては一応取扱説明書、それからこちらオリジナルのマウスパッド、ちょっと大きめのマウスパッドですね。で、これ使って、自分が遊ぼうっていうわけじゃないんですけども、何をしようかといえば、こちら、動作確認をまずしたいと思ったんですけど、ちらっとこう中身を確認してた時にですね、この本体裏面にこう電池の入れるボックスがあるんですけど、こちらをご覧ください。ちょっと分かりにくいかね。ここなんですけど、ちょっと黒っぽく見えるかもしれないですけど、電池のこのバネですね、これマイナス側のバネがめっちゃ錆びてます。もう錆びて変色しちゃってるんですけど、要するに電池を入れっぱなしで保管しておいて、電池が液漏れしてこの端子が錆びちゃったんだろうと思うんですが、電池駆動で動かそうと思ったんですけど、これはもう完全に錆びてちょりちょりになっちゃってるので、これ電池では動かせないなと思って、本体のこちらに AC アダプターの端子があるので、AC アダプターで動かそうと思うんですが、さっき言った通り AC アダプターは別売りで、トリセツの最後のページにあるんですけど、A シェアだっただけで1500円したようですね、当時ね。はい。で、まあ、そうじゃなくても、まあ、巷には、互換性のある、まあ、マルチパワーの A シェアアダプターが売られてるので、まあ、それで動かそうと思うんですけど、ただこの AC アダプターの詳しい仕様が書かれてない。まあ、AC アダプターっていうのは何も、まあ、全部が全部何でも使えるってわけじゃなくて、必ず守らなきゃいけないルールってものがそれぞれの機械にはあります。まあ、AC アダプターの本体、AC アダプターそのものか、あるいはその機械の本体側にですね、必ずその AC アダプターのまあ入力とか出力とか、あとはこちら本体側に挿す方、これですね、本体側に挿す方の極性というものが書かれています。まあ、極性というのはこの本体側に挿す方、銀色になっているところと黄色く輪っかになっているところがあるんですけども、この銀色のところもここを外側として、この筒の中側、これを中とすると必ずその極性を守らないといけないんですけど、先ほどのその外側と内側がどちらがプラスかどちらがマイナスかっていうのが、この本体の、まあ、このコニーちゃんのやつで言うと、ここに見えますかね、この DC インという下にちょっとしたこう模様が、丸い模様が3つこう見えるかと思うんですけど、これがあの AC アダプターの極性になります。こちらのコニーちゃんのコンピューターで言うと、中がプラスで外がマイナスというふうになってます。なので先ほどの AC アダプターの先っちょで言いますと、中がこの黄色い輪っかの中側がプラスで、この銀色のところがマイナスになるというふうにしてつながないと、スイッチ、まあ、つないでスイッチ入れても電源入りませんよということですね。まあ、そして何より、まあ、この機械は何ボルトの電圧で動くかっていうところなんですけど、まあ、こちらは乾電池が4本で動くので、まあ、1.5V×4 で 6V になるわけなんですけど、6V、はい、こちらマルチの AC アダプターなんですけど、ここにボルトの切り替えがありまして、こちらに 6V とあります。こちらの左から3番目に今セットされてますけど、今 6V になってます。で、まあ、先ほどの極性を守った上で、この AC アダプターのところに挿して使えば動くということになります。なので、まあ巷に多くあるジャンク品、まあ、AC アダプターが欠品しちゃってるなんていう時も、まあ、この極性と、まあ、その電圧の大きさですね、そういったやつをちゃんと合わせれば純正じゃなくても一応動く貸すことはできます。はい、ただ、まあその純正の AC アダプターじゃないと、まあ動作保証しませんっていうふうには多分書いてはあると思うんですけど、一応電化製品を動かすことはできますね。はい、なので、まあ自分がまあジャンク品買うとき、まあ、ハードオフなんかで買うときは、AC アダプターがない場合はもうその、電気製品と一緒にまあジャンク箱を漁ってですね、AC アダプターの電圧と、あとは極性を合わせて、使えるだろうっていう AC アダプターも一緒に買ってくることにしています。はい、で、まあ、なんだかんだで、一応テストプレイをしようと思って、先ほどの AC アダプターを使って、テストプレイをしたんですが、電源は確かに入りました。電源は入ったんですが、この、純正というか、まあ、付属のマウスを認識してくれません。はい、まあ、本体にこれを挿してですね、初期画面が出た時に、まあ、コニちゃんのイラストが、まあ、マウスポインターとして出てくるんですけど、まあ、こうマウスを動かしても動かないし、このクリックも全く効かない。あららどうしようって思ったんですけど、まあ仕方がないので、マウスがまあ壊れちゃってるのかなとも思って、仕方がないので、まあ、こちら用意しました。はい、ソーテックって文字が見えるかと思いますけど、自分が昔使ってたパソコンのマウスですね。はい、こちらまあ2ボタンに加えてこうセンターのこうスクロールボタンがついてますけど、まあ、使えるかなと、一応同じ PS2 規格のマウスなんで。まあ使えるかなと思って、挿してつないでみました。そしたら、動きました。はい。で、マウスカーソルも、まあちょっと画面ちっちゃくてあれかなと思うんですけど、マウスカーソルもこんな感じで動きます。はい。クリックして、メインメニュー出まして、はい、まあこのゲームのこのキッズコンピューターの目的というのは、まあそのこちらポニーちゃんの友達のキャラクターがこういろいろいるわけなんですけど、まあこういうキャラクターたちのまあミニゲームをクリアして、クリアしてもらえるまあブラシとかスタンプとか、あるいは塗り絵の下絵みたいなやつを集めて、こちらで、お絵描きができるという、まあ、内容になってます。はい。まあ、これ初期状態だと、まあ、色が選べるか、まあ、鉛筆でかしかないんですけど、じゃあ、まあ、一つなんかやってみましょうか。じゃあ、はい、まあ、こんな感じで、ゲームをクリアするごとに、スタンプとかブラシとか、あとはその塗り絵の下絵がもらえるっていう感じですね。はい、まあそのソーテックのマウスをつないで動くことは動くんですが、まあ、どうやって動かしてるかって言えばこんな状態です。はい、このマウスの端子がですね、こう側上外さないとうまく入んないんで、まあ、こうしてやんないと、まあ、このマウスでは遊べないんですけれども、まあ、ついでに中の基板なんかを見ますと UMC 社のチップと、それからこちらにはセガの銘が入ったチップ入ってますけど、まあこの手の製品、メイドインチャイナとか多いんですけど、これは紛れもないメイドインジャパンですね。はい、それでまあ先に言ったと思いますけど、まあ、別にこれを使って、遊ぼうっていうわけじゃなくてですね、まあこちらにある、はい、電池かボックスのこのサビですね、これを落として、電池で動かせるようにするまで、修理の方をやりたいと思ってます。まあこれ、一応コレクションとしてまあ残しておこうと思ってるので、まあ、胴体状態にしたいっていう思いがあるので、まあいずれ、修理したいと思います。まあ、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。